こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃん、チーズマカロニを代用して作ったパスティッツォというものを作りました。今回ね、大好きなクラフトのチーズマカロニを使ったんですけど、美味しそうですね。じゃあ作り方いきたいと思います。材料はこちらです。クラフトのチーズマカロニと、あとミートソースとグラタンソース、そしてチーズです。まずはマカロニを少し固めに茹でます。マカロニの水を切って、バター、牛乳、チーズソースを加えてよく混ぜます。チーズソースが混ざったらミートソースも混ぜます。この時点で美味しそうですね。マカロニを耐熱容器に入れます。ホワイトソースまたはグラタンソースをかけます。チーズを乗せます。トースターで焼きます。じゃん、焼き上がりました。パセリを振ります。じゃん、完成です。チーズが美味しそうですね。チーズマカロニがね、ちょっと作りすぎて余っちゃったんで2つ使いました。じゃ、今回の飲み物はコーラです。いい音だ。あとですね、スープもあります。オニオンミルクスープです。いただきます。いきます。わー、美味しそう。わー、最高ですね。湯気が立っててめっちゃ熱そうです。うん、熱いけどめっちゃ美味しいです。ホワイトソースがとろけてますね。もうチーズも焼けとってとっても香ばしいです。うん、チーズミートソースマカロニ、ホワイトソース、チーズってなってるのがね、層になってていいですね。チーズがめっちゃ使われてますね。ちょっとこっちの方が熱くないかな。こっちはね、ホワイトソースがあんまりなかったんで、ミートソースのマカロニがたっぷりです。うん、ミートソース感が強くてもチーズとすごくよく合うから、これはこれで美味しいですね。ホワイトソースが入ってる方がまろやかですね。うん、冬はスープがいいですね。コーラも美味しい。今日はジャンクですね。ミートソースとチーズマカロニがめっちゃ合います。で、マカロニとミートソース、あ、マカロニとミートソースってめっちゃ美味しいですね。まあ、なんか当たり前っちゃ当たり前ですけどね、ミートソースパスタってありますからね。あのクラフトのチーズマカロニはめっちゃ代用が効いてますね。ミートソースとめっちゃ合います。まあ今これ以外の組み合わせ特に思い浮かばないですけど。完食です。あ、このかわいい鍋敷きは KJ さんっていう私のイラストをよく描いてくださってる方がクリスマスプレゼントに送ってくださいました。ありがとうございます。飾っときましょう。まだ熱々ですね。湯気が出てます。うん、チーズマカロニにさらに焼いたチーズを足すって最高ですね。チーズ天国です。作ります。花です。クリスマスの時に買ったコーラだから未だにこれがついてるんですよね。じゃあそれだけです。最後の一口いただきます。うん、ごちそうさまでした。チーズマカロニが作ったギリシャの料理パスティッツォ的なやつ、とても美味しかったです。やっぱりチーズはね、最高ですね。2017年もチーズをたくさん食べていきたいと思います。チーズ最高、とっても美味しいし、
お手軽で簡単ですので、ぜひぜひ皆さんもやってみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。